ついでに、まだ生きてるなら本物のポルカもね。あなた方、あなた方、黒く染まっていくのか。ラジオをお聞きの皆さん、一週間ぶりですね。こんばんは。デッドマウントーク、デスプレイデオ、デデラジ、パーソナリティの篠山ポルカくん役、榊原優希です。さて、前回に引き続き、今回もこの方がスタジオにいらっしゃっております。自己紹介お願いいたします。はい、デデラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。デッドマウントデスプレイ、レイ・シャオユー役、福江美里です。今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ご趣味はございますか？ご趣味ご趣味はね、本日は私は喋りませんので。え、なんでなんでってよ。先週の冒頭と今を聞き比べてほしいの、はい、私たちの、はいはい、あの先週のあのものすごいお互いを探り合ってるお見合いみたいになってる私たちよりは今だいぶいろんな話を先週して、確かに仲良さそうな雰囲気が少し醸し始めたでしょ、うん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 、よろしくお願いします。いかがですか皆様。いかがかしら。どうなのかしら。私たち仲良くなりましたよ。仲良くなりましたよ。でもゆきくんがどういう人なのかが先週で随分分かったので怖いな、なんか変な人って思われてないかな。変な人ではある。あれあれ、おかしいの。サメの人って思われてないかな。映画が好きなんだよね。あ、そうですそうですそうです。すごい見てるの、映画全般。いや、なんかでも映画すごい見てるっていうと本当にすごい見てるぜの人と比べると全然あれなんですけど、うん、まあなんかあのなんでしょうね、暇があったらというか時間が空いたらなんかこう、うん、何かをこう映画を見ようって思うくらいには映画好きですね。え、それ子供の時から、うん、ずっと多分その仕事始めてからこそ、あの母親が結構映画が好きで、家に DVD とかがいろいろあったり、あとまあそれこそ地上波で流したものを録画してたりしたので、それをなんか一緒に見るみたいな、そういうことが多くて、なんかこうすごく好きになってましたね。あ、じゃあ今もそのお休みの日とか仕事終わって帰ったりとかして、ちょっと時間あったら見たりする。そうですね、結構見たりしますね。そうなんだ。僕が掘り下げないで。逆にあの映画見られないですか、そんなに。すっごい、あ、なんだ、ゼロじゃないよ、ゼロじゃないけど、そのなんだろう、あのね、空いた時間で休み、今日一日休みで夜家にいるとかなら見れるんだけど、映画館行くとかならいいんだけどさ、まだ外に日光がある時に家で映画見るのがちょっと苦手なの。なんかもったいないというか。そうそうそう、で、絶対ここから2時間拘束されるって分かるでしょ。分かってるよ、割り切ってるじゃん。なんかそれでこうパッてつけるのが、あと分断するのも苦手なの。1時間見て、じゃあ明日1時間みたいなこともできなくて、分かります分かります。こうちょっとね、あ、今日はみそびったなみたいなことが結構ここ最近続いてて、うん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 、すっごい見たいのね、映画見たいのがあるのに見はぐってんなって思ったからうん、うん、その映画好きな人たちはどのタイミングで、うんうん、こうもうスッとつけるの、お家に帰ったら。え、でも僕は、うん、多分なんでしょうね、次の日の朝が遅いなみたいなタイミングとかで、うんうん、結構その帰ると、うん、明日の準備とかも知った後に、うんうん、その究極の晩餐を作るんですよ。え、ちょっとその話面白い。もうちょっと私好きな、なんかこの人の生態系みたいな。え、まず先にチェックとか全部済ませちゃって、そう、何もかも済ませて、うん、その後で風呂も先に、そうそう、何もかも済ませてから、うん、究極の晩餐を作ってえ、何究極の晩餐って何。なんかこう今日のテンションの嗜好飲料、お酒とか、うん、なんかもしくはなんか何かしらこうブドウジュースが飲みたいとかもあるんですけど、ほう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 、結構お酒のことが多いんですけどね。究極の飲料、あ、うんうん、まあ飲料を元にして、うん、究極の、じゃあそれに合う食事とは何だろうかみたいな究極の晩餐を作り、料理するんだ。あ、失礼します、します。私もでも料理好き。で、それが完成したら、うん、料理とこうお酒とかを楽しみつつ、うん、映画も見る。でもさ、え、待って、帰ってさ、その全部チェック済まして、うんうん、フロム済ませてるとさ、うんうん、もうその究極の晩餐を作り出す時間がさ結構、まあだから場合によってはまああの1時2時なんていうなるほどね、若さ、これが若さか。そうなるよね。でも そうですね、なるよね。まあでもなんか比較的それこそ夜時間帯の生配信とか多いので、うん、あ、そうなんだ。なんかそうですね、なんかだから結構
意図的に反意図的に生活リズムを後ろ側にずらしてるところもあるので。あ、そうなんだね。そうですね、なんか夜配信中に眠たくなっちゃったら困るから。確かに確かに。でも急に朝中とか来るとさ、だからもうあの意地ですよね。いや、まあ、そこら辺はでもあのうまいこと調整します。榊原くんはさ、はい、そのすごい綺麗な高音ボイスだけどさ、はい、朝起きてすぐその声出るタイプ？わりかし僕はなんか四六時中こんな感じ、なんか喉強いのかもしれない。いるんだよこういう人、いるのいるの。その朝起きてすぐハイトーンが出るやついるんだよね。いいの。なんかあの結構あのお酒多分好きなので、ほうほうほう、お酒を何あのウイスキーとかで鍛えられてるのかもしれない。違う、それお酒飲める人みんな言うけどそんなことないから。でも面白い、究極の晩餐の話もちょっと聞きたいけど。でもいいねその時間ね。そう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 、なんかそんな感じで、なんかこう究極の趣味時間を一つポッてこう家で設けるみたいな感じ、ね、うん、じゃあそれがストレス発散みたいなとこもあるんだね。そうですね。でもそれ見終わったらもう朝じゃない。あ、危ない、今スタッフさんからまた掘られてますって。また掘られてる。違う、そうじゃないんですよ。いやでもちょっと面白かったよ、うん、このね、はい、デッドマウントークディスプレイには、はい、テレビアニメデッドマウントディスプレイのキャラクターストーリー複製謎など様々な魅力を、おお、そしてですよ、ゲストさんのね、いろいろ私のことはいいんですよ、1話で散々話したんですよ私のことは。 あと毎回話してるんでいいんです。いやでもまだまだ見ない、今日はね知らない勇気をクエンさんを掘り下げていく。そんなラジオなんです。わかった。相性はデデラジでお願いいたします。それではそろそろ始めましょう、はい、デッドマウントークディスプレイディオ第9回デッドマウントークデスプレイディオデデラジ。この番組はデッドマウントデスプレイ制作委員会の提供でお送りいたします。原作情報。原作成田亮吾先生、作画藤本慎太先生による原作コミックスデッドマウントデスプレイはヤングガンガンにて好評連載中。コミックスは現在最新11巻通常版と豪華小冊子付きの特装版が発売中。それでは今回の番組前半はこのコーナー DMDP.com。 こちらはいわゆる普通歌普通のお便りのコーナーです、はい、パーソナリティやゲストさん宛てのメール、そして、テレビアニメデッドマウントデスプレイの感想をご紹介しておしゃべりしていきたいと思います、うん、今回はまずテレビアニメデッドマウントデスプレイ7話についての感想が届いておりますのでご紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームせいやさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アニメ DMDP 第7話見ました。ありがとうございます。第1話の CM にはすでに登場したソリティア、ついに本編で活躍しましたね。都庁消失、首相誘拐、電波ジャックとか想像していたより奇術師としてのマジックのスケールがでかい、うん、皮膚虫との熱いバトルもあり、高橋ひろきさんの開演もあり、期待通りのソリティアでした。現場の雰囲気はどうだったのでしょうか、気になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そう、1話のね CM ですでに登場していたあれツイッターもそうですね、そうですよね、うんうんうん、ソリティアですね。だから相当なんか愛されてるんですね、うん、ソリティアさん、主役というかマスコット盛大なマスコットキャラクターみたいな。もうなんか多分もう本編それこそ7話見られた皆さんはもう愛される理由が分かったと思うんですよ、うん、なんかだんだん癖になってくる、あの、ね、アニメもそうだけど原作読んでると、うん、あ、ソリティア、あ、あ、まあ、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 たまらんみたいな、こうだんだんなんか、あ、邪魔しないで、邪魔しないでと思ったりとかする時もあるんだけど、うんうんうん、なんかこう、だんだんソリティアを待ってる自分がいるみたいな。だんだんね、おー、来てくれたぜみたいな、うん、そうそうそう、ある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 。なんか安心しますよね。あ、安心する。なんていうか、絶対この人、なんだろう、分かんない、うん、勝手な主観でこの人は大丈夫みたいな、うん、この人が出てきたから大丈夫みたいな、勝手な主観で、なんかこうソリティアさん出てきてるから、うん、しばらくちょっとシリアスさんは遠ざかるんじゃないみたいな。そう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 、安心パートみたいな。そんなことないんだけどね。少なくとも誰もしないやろみたいな。そうそう、分かる分かる。そう、なんかそう、
知らないっしゅがする。勝手にそう思ってるだけなんだけど、そうなんかそんな感じがあるから、そういいキャラクターですよ。うん、はい、いや、まあそんなソリティアさんが登場、うん、現場の雰囲気、ね、あれこの回とかは一緒に撮った？そうですね、僕、あ、でもどの回だ、僕撮ったのどの回だ、私一回一緒だった気がする、あのポロカ君とソリティアさんと一緒だった回があって、この回じゃなかったと思うんだけど、どの回でしたっけあれ、もうちょっと後だ、もうちょっと後か、うん、いやでもあれですよね、それこそ収録してる時からむちゃくちゃ面白かったです、うん、なんかもうねふーってなる、それこそなんかふーってなんかこうふーってなる、わかるわかる、いやそんなアプローチありますとか、うん、うわーみたいな、聞いてるだけで、しかもソリティ早いんですよ、あの言葉が、ね、わーって人に喋るから、なんか それにこうもう華麗にはめながらこう盛り上げていく、ひろきさんがすごい、あの切り替え、なんとかかんとかなのかね、なんとかかんとかでもなんとかだからわっほーだぜみたいな、いあの何あのごめんなさい、今もうすっごい適当でしたけど、でもわかるわかる、そのね、あの切り替わり、あとモノローグとセリフもバンバン入れ替わるからさ、なんかあの切り替えがわーってなる、ね、こっちもそう、うん、皆さんそうなんですよ、モノローグから一気に本編のに、そうリアルタイムで切り替えて撮られてたんですよ。でもデッドマンってみんな多いよね、ポルカ君も多いでしょ、そうですね、そのまんま、そのまんま行くから、うん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 、あれな、そう最初戸惑うぐらいのこの入り乱れっぷりなので、はい、でもあのペースの中でね、うん、あのペースの中ででもすごく面白くて、でも我々が笑うと撮り直しになっちゃう、そうなんだよね。笑えないんですけど、そうでもちょっと私笑っちゃったことあるな、大丈夫だったけど。なんか言っちゃったことあ、合間らへんでふっておっしゃったところを見たような気もする。って言ったけど、うん、でも大丈夫だぐらいね、もうやっぱスタジオもソリティアさん一人いると全然違う作品に来たみたいな感じがする。なんかそうですよね。全然なんか違いますもんね、うん、あの空気感。そう、一人お一人でね。そう、本当に良かった、うん、そんなみんなに愛されるソリティアさんです、うん。はい、ということで、続きまして、はい、福縁さん宛てのメールもありがとうございますご紹介したいと思います。お願いします。ラジオネーム江戸川コナイさんよりいただきました、ありがとうございます。パーソナリティの榊原さん、ゲストの福縁さん、金曜の夜にこんばんは。こんばんは。 DMDP で福縁さんが演じるのは少年のシャオユくんですが、うん、福縁さんといえば日朝のヒロインから、土曜夕方のヒーローアニメの殺人鬼の少女美少女ゲームのヤンデレなどなど多彩な役を演じる女優、うん、女優さん過去女性声優だと常々思っております。たまに犬やモンスターまで演じる福縁さんですが、そういう個性を際立たせることに福縁さんなりのこだわりというか技術みたいなものはあるのでしょうか。わかりにくい質問です。すみません。ないよ、恥ずかしい。そんなせっかくの今こそ掘り下げれる、恥ずかしい、ないよ。でもあれ、あのゆうきさんはさ、はい、あれ少年が多い、僕はまあでもそうですね、少年青年、あと女体化することもあったり、あ、女体化、じゃあ、さっきね、女体化とかすんのかなって思ってたの。するんだやっぱり。私させていただくこともございますわ。女の子みたいな声だもんね。すごい高い、はい、声帯どうなってんの、すごいな。ありますけれども、うん、なんかで、ね、私これっていうのがなくって、うんうんうん、その都度その都度やってるから、うんうん、こう全部私だと分かってない方とかもいらっしゃったりとかするようなタイプの声優だったから、うんうん、だからこんなことになっちゃって、こんな多種多様みたいになっちゃってるけど、うんうんうん、でもその中で少年、そう少年ってね書いていただいて、確かに側は少年なんだけど、シャオユくん少年じゃないから、確かにそこが、あ、そうね、初めてじゃなかった、犬もそうだったんだけど、なんかその犬も側が犬なんだけど中身が結構おっさんみたいな感じだったので、シャオユくんも青年だから、うん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 、そこが結構難しいなって思った、うん、あの音は かわいい男の子で、うん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 、可愛くもないんだけどね、男、あの、まあ、可愛かったですよ、いくもない、あの、まあ、なんか可愛い子ですよ、その幼い等身のことなんだけど、うんうん、精神性が青年だったから、うんうん、なんかそこがこう幼くなりすぎないようにっていうのは結構注意、シャオユくん一番デッド注意ポイントみたいな感じでした。でも確かに
なんかあれですね、それこそ僕もなんかルックスと中身がずれてるみたいな、うんね、そうだよね、こうすることもあるので分かりますけど、なんかどの辺気をつけてんの？難しいですよね、うん、なんかでも僕もどこだろう、なんかでもそれこそ冷静さというか、なんか円熟してるのか、それともなんかまだ目の前の出来事に一喜一憂できるだよね感じなのか、そうみたいな、言葉にするのが難しいんですが、やっぱ、はい、カバネシンデさんの生きてる時間、うんうんうん、とんでもないことになってるからさ、そうですね、確かに、うんうんうん、もういろんなこと睡魔前も全部経験して、うんうんうん、動じないっていうこと、そう、なんかある意味なんか何か事態が起きた時に、うん、なんか主観でその事態を把握するよりかは、ほう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 、そう、客観が占める割合が多いみたいなイメージというか、その中でも主観がにじみ出るところとかがあったりして、なんかだから僕は割とそういう何かしら実年齢と見た目とかがずれるとか、うん、なんかルックスと中身がずれる時には主観客観の割合とか、なんかどうその子が捉えてるのかっていうところからアプローチしてる気がするな。なんかそんなことないですか？はい、あ、でもそう特にそのもうこんだけ、特にもうちょっとポルカ君の外と中の違いがもう、うんうん、えげつないことになってるから特にそうだなと思う、うんうん、なんかそう思ったの、すごいさ、それ素敵だなと思ってて見てて、でもさ、ポルカ君って主役じゃん、うんうん、一応そうですね、そうだからなんか話を、ま、周りの人たちがやってくれてるんだけど、うんうんうん、なんか話を回さなきゃいけなかったりとかする立ち位置にいるけど、うんうんうん、その精神性なのがデッドマウントの面白さみたいなところじゃない、うん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 、確かになんかそこがすごいさ、ゆうきさん上手にやるからさ、なんかオンエアとか見ててもさ、あ素敵だなと思って見てた難しいんですよこれ、意外となんかそうですね、うん、ついついなんか主観的に気持ちが乗っちゃったりとか ね、うん、ねそういう瞬間もあったり、なんかシャオユクの場合難しいのが、うんうん、青年って言っても、うんうん、多分その年代の青年に比べるとシャオユ幼いんですよ、そうですね、その育ってきた環境とか、うんうんうん、そう接してる人数とか、うんうん、やってきたことによってちょっと視野が狭くなりがちなところがあるから、でも子供じゃないからみたいな、うん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 、なんかこの塩梅がちょっと今もまだ難しいなと思っているところ、その表現がすごく僕なんかその聞いてて、うん、その収録されてるところを、うん、後ろからだったり隣から聞いててむちゃくちゃあいいなってなっててそれがなんかなんでしょう、そのね、あの先週のトークの中でもありましたけど、うん、その女性声優さんならではの響きと混ざり合って、この絶妙な、なんだろう、ある種の色気というか、なんか色気のある響きというかになって出てるなって感じが僕は聞いてて、だったらいいなと思うんだけど、そうなんですよね、デッドマウント結構その見た目を子供でも男の人が当ててたりとかもされるから、うんうんうん、やっぱ大丈夫なのかなって思う時は結構ある、うんうんうん、あって、そうだ、この音でいいのかなとか思ったりもするけど、そう言ってもらえるとまた、よかったまたそういう役があってもね、よかったっすよ、あれはっていう感じでした。あ、個性際立ったせい、うん、あでもなんか、うん、どうですか、あなんか常々ずっと思ってて、成功したり失敗したりとか作品によってもいろいろあるけど、うんうんうん、なんか生身っぽさがあるといいなと思ってて、結構なんか作、うんうんうん、そのオーダーによっては結構コテコテに作ることもあったりとかするけど、うんうんうん、その中にちょっとなんか生命が感じられるといいなっていうのは一貫してずっとこの仕事してる時に気をつけてることかもしれない、うんうん、なんかどっか親近感が湧くように、うん、できたらいいなって思ったり、そんなこともできないこともある。いやでもなんかわかる気がします。なんかと思っています。うん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 、いや、いい良きお話が聞けた。はい、ありがとうございます。はい、ってことで以上、普通のお便りをご紹介しておしゃべりする dmdp.com のコーナーでした、パーソナリティやゲストさん宛てのメール、テレビアニメデッドマウントデスプレイの感想お待ちしております、はい、デッドマウントークデスプレイディ
デデラジ。放送配信情報。テレビアニメデッドマンとデスプレイは毎週月曜24時より東京 MX 他にて順次放送中。 D アニメストア、 U-NEXT、 アニメ放題にて地上波同時配信、その他各配信サイトにて順次配信。では今回の番組後半はこのコーナー、デッドマントーキング。こちらは原作そしてアニメデッドマンとデスプレイに登場するレミングス、ヒフキムシ、怪人ソリティアなどの役ネタ、ネクロマンサーなどの異能、カバネ神殿、殺し屋殺しなどの通称、ポルカくんが仕事として始めた占い、ソリティアさんが得意とする奇術、サヨさんが愛してやまないサメなどの用語を使ってメールを投稿していただくコーナーです、はい、用語さえ入っていれば豆知識やダジャレでも構いません、はい、今回もね投稿届いておりますので、はい、ご紹介していきましょう。お願いします。ラジオネームリコードさんよりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。坂木原さん、福縁さん、こんばんは。こんばんは。ポルカくん、美咲ちゃん、たくみくん、細野木さんがお金を稼ぐために占いを始めましたね、はい。確かに新宿にはよく当たる占い師がいそうなイメージがあります、うんうん、お二人は占いは信じる方ですか、または占い師さんに占ってもらいこんなことを言われたという体験はありますか。ほうほうほう。占い、私、うんうんうん、10年前、うんうんうん、10年前ぐらいかに結構その業界で流行って、なんかみんな占い好きな人が結構同業者多くって、そう、それでなんかみんなここ行ってよあそこ行ってよとか言って、教えてもらって結構いろんなところ行ったかもしれない、でもうさっぱり行かなくなったけど、いくつか行ったけど、はい、そもそもさ占い信じる方、はい、信じなさそうだなと思って、なんかなんて言うんでしょう、信じたいって感じです信じたいポジションとしては霊現象とか、うん、いろんな超能力とか、うん、そういうものを信じたいって感じです、うん、信じさせてほしいという気持ちです。あ、でも近いかも私信じられたらいい、いい、そう、だから結構だから変な話なんだけど占いっても、うんうん、これが、うんうん、コールドリーディングかとかっていうことを結構うんうん、うん、そっちばっかりなんかこれをなんで言い出したかの方をめっちゃ考えちゃう、うん、あ、わかります。でそれが全部自分の中で一応全部潰れたら、うん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 、怪現象って思えめんどくさい。だからあ、わかる、すごいわかる。だからなんかじゃあ行かなきゃいいじゃんって思ったのある時こんなになんかこれがインチキだっていうことの、ね、こもう探しに行くんだったら、うんうん、行く意味がなくないってある時思った。いやでも違うんですよね、うん、なんか癖つけたいんじゃないんですよ。そうなの、信じたいの信じさせてよ私たちを。そうそう、あ、そう、そうね、あ、これ分かってくれる人って初めてだった。そう、信じたい、基本は信じたいのよ。信じたいんです。そうなの、信じたいから、どれだけ疑っても、うん、そう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 、信じていいってことを突きつけ続けてくれる人を探している、うん、わかる、わかる、そうなの。なんかすごい曲がってんなって思って。そう、でもそんな私のこの、いやいやこれはこう言ったからに違いない、あ、今これを読んだなとかっていうのを全部抜きにしても、うんうんうん、信じさせてくれた人っていうのはやっぱりいる。お、本当ですか、うん、お、これはもう説明がつかないみたいな。なんかそれは聞けることですか、それともなんかすごい占い師さんからこれは言っちゃいけないよみたいな。あ、全然そんなことない。なんか、はい、ネパールの、はいはいはい、ネパールのシャーマンっていう仕事をしてる人がいて、占いみたいな、占い師とまた違うんだけど、うんうんうん、ちょっと見えるみたいな感じの人のところに、これも同業の方から聞いていって、うんうん、で、その行く道中、道中がその前の日か、前の日に私別にも動物を飼いたいっていう気持ち今までゼロだったのに、うんうんうん、ペットショップの前ですっごい一匹の犬と目があって、うんうんうん、もうずっと離れられなくなっちゃって、あ、もうこのままこの子連れて帰ろうかってすっごい考えた子がいたのよ、うんうんうん、でその次の日にシャーマンのとこに行って、うんうん、そしたらあなた犬を飼う気でしょって言われてうわ、一言も誰にもそんなこと
こと言ってないし、メディアでももちろん言ってないし、うんうん、なんでですか。そう、実は昨日運命の出会いを果たして買おうと思ったんですって言ったら、その犬を飼ったらあなたは結婚できないって言われてなんでですかって言ったら、その犬はあなたの前世の旦那さんですって言われて、危ねえと思って、わかりました、じゃあすごい気が引かれてますけど買いませんっていうことが、なるほど、はい、これじゃあ、でもさ、思うんですよ、はい、多分そうかもしれないし、私が急激に犬の話なんか何回か言ってるけど、うん、そこ、うん、そんなこと言われたこと一回もないし、うん、当たってんのかもしれないけど、うん、これそんなに私の人生に重大に役立つ情報じゃなかった、うん、なあと思って、はい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 、そう、別に犬飼ってないけど、あ、ごめんに引かないで、犬飼ってないけど結婚してないし、だからあんまり関係ないなと思って、うん、そう、はいはいはい、この占い意味あるかなって思ったいやでもすごいですね。あともう一個、そのそこの人で会ったのは、はいはい、あの、恋愛、あなたの恋愛運を著しく下げてるものが家の中にありますって言われて、はい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 、え、何ですかって言ったら、人形ですって言われて、人形、最近この11月中に買った人形が下げてるって言われて、人形なんか全然買ってないんですけどって言って、言ったらなんか、うん、いや、こういう形のって言って、うんうん、そう、あ、全部ネパールの人英語で喋ってきて、隣で通訳の人がこう通訳してくれる形なんで、こういう形の稲穂がついてるって言われて、はいはい、稲穂って、稲穂、こういう感じでこう棒がついててって言われて、うんうん、よくよく考えたら熊手をね、はいはい、買ってて、はい、商売繁盛 で、はいはい、で真ん中にオカメの顔がついてたのよ、それ、その熊手がたまたま、はいはい、そのこういう稲穂がついてて、いろいろ刺さってて、棒がついててって言って、熊手だってなってあ、確かに買いました、11月っつって、はいはいはい、それがあなたの恋愛を著しく下げてるから、それをとっとと外に出してくださいって言われていや出せねえなと思ってそれはなかなか出せないっすね、買ったばっかだし縁起物だし、ね、なんかそれを捨てる、今捨てるのはちょっと勇気がいるなと思って、しかもなんかちゃんとなんかそれなんかあのだから、どこかにやるにしてもちゃんとお焚き上げないといけないタイプなんですね。まだ買ったばっかだから、ちょっと1年経たないとなと思って、はい、でも、うんうん、ネパールの人だから熊手自体も知らない素振りだったし、うんうん、私がましては買ったなんて話どこでもしてないから、うんうん、あ、まあ役に立つかまたどうかを置いといたとして、はい、あ、見えるんだなっていうのは、すごいですね、思ったよ、すごい、本当に本当にすごいと思ってる、いや、すごいな、いや、それはなかなかなんか見える人、見えてはいるんだな、いいですねって思った、うんうんうん、なんかある信じ、これは信じられるなって思って占い、いや僕なんかそれこそ、うん、なんかいろいろなんか身近なところに、うん、あの占い師さんというか霊能者さんみたいな人がちょっといたりして、いたりもしたんですけど、あのなんでしょうね、私の身近でそのいろいろあの電化製品壊れるだなんだのお話をあのね、うん、したりして、なるほどなるほどって話を聞いてたりして、うん、まあ、刺激をしないんだよと言われており、それであのなるほどわかりましたって言って、うん、刺激ってなんだろうなって思いつつ、うん、私はこのねデッドマウントのラジオなんかでね喋、うん、ったりもしました、そのことを。そしたらですね、あのいいかい、刺激というのは話に出すことなんだよって言われたので、私は、口を閉じようと思います。鳥肌取った今あ、そうなんだ。ただそうですね、その方で、うん、家の間取りを当てられたりだとか、いるよねそういう人。そうありまして、話他の人からも聞いた。そう、そうですね、だからあー本当なのかもしれない、いやでもある意味よくある間取りっちゃ間取りなのか、いやでもそんなないか、いやでもこっち側にキッチンがあるって、まあでもある意味左右の二択か、いやだがってちょっと分かる、私も同じ人あのどっかで私は住所を書いたか、 Google マップで検索したら何となく分かんのかとか、そう何となく出てくるのかとか、うん、分かる分かる、同じ思考、そう考えたりもしたりしつつ、はあ、でもそっか、やっぱでもむやみやたらに喋るのは良くないし、そう、その分かっちゃうのすごいね、そうですね、喋っちゃったことをね、なんかある意味その現象系がどっちかっていうと、だから占いでうんぬんっていうよりかは、まあ、対策を聞きはしてるんですけど、占い自体で何かを当てられるは、あ、でもそっか、そうだな、あの別のとある
とあるラジオ番組で、うん、全然外の誰にも言ってない首の痛みを当てられたことあります、うん、あでも昔もあるそういうのあります。でもなんかその人そう私の過去は全部言い当てた、もうベラベラ言い当てられちゃって、うんうん、40分間ぐらいあるんだけど、はい、私しか知らないことをベラ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 もう当たり前みたいに言われて、はいはい、もうだんだん驚かなくなってきて、あそうそうそう、はあはあ、もう幼馴染みたいな、そうじゃんみたいな、あそう感じそうじゃんみたいな、あそうあそうとかあんじゃんみたいなことを言ってたけど、うん、未来は一個も当たらなかった。だからやっぱ未来は、なるほど、未来は自由なのか。そうそう、この辺りでこういうオーディションが来てあなた受かってとかに、うんうん、はあじゃあ頑張りますねって言ったら、そんなオーディションも来なかったし当たんなかった。でもなんか未来は変わってく、1秒ごとに変わってくんだなと思ったけど、うんうん、その現時点のことが見える人っていうのはいるのかなと思ったりとか。確かに、うん、未来系でおーって思った人確かにいないかもしれない。そう未来はねあんまり、そうだよね、うん、作るものだよね、変えていける。まあでもそれこそ未来を何か言われたら大体変えようと行動したりしますもんね。確かに、こんなことになるかもしれないから気をつけようみたいな。話がまた長くなってありがとうございます、はい、いやでもすごいいいことが聞けた。ありがとうございます。ということで以上デッドマントーキングのコーナーでした、デッドマンとディスプレイに登場する用語を使って、皆様投稿お願いいたします。はい、アニメのストーリーの展開とともに徐々に使える用語も増えていきますので、ぜひぜひお楽しみに、はい、それではここで一曲お聴きください。テレビアニメデッドマンとディスプレイエンディングテーマ、水瀬いのりさんでアイオライト。こぼれた雫は見ないふりをして、路地裏光る何みたいな色はなくたっていいと笑った。いずれ夜が明けるのなら何が僕にできるだろうか。不安や戸惑いなど遥か過去に捨てて愛を歌え。幸せ情報。テレビアニメデッドマンとディスプレイオープニングテーマ、ソウさんのネロが配信中。同じくエンディングテーマ、水瀬いのりさんのアイオライト発売中。さてデデラジ第9回、お別れのお時間近づいてまいりました、はい、番組ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。詳しくはメールフォームを参照してください。各コーナー宛の投稿お待ちしております、はい、ゲストの方は決まり次第告知いたしますので、アニメ公式ツイッターをフォローして通知をオンにしてください。お願いいたします、うん、デッドマントークデスプレイディオデデラジはキングアミューズメントクリエイティブ公式 YouTube チャンネルにて毎週金曜22時に配信されます、はい、次回第10回の配信日は6月16日金曜日22時になります、うん、忘れないようにカレンダー機能にデデラジとメモしておいてください。金曜夜はデデラジだよ、はい、金曜夜はい、はい、メモしてください。さて6月12日から放送配信されるデッドマントディスプレイ第10話の見どころは、うん、うん、そう先週はね I said Mark Mark No Bob No Peter Mark But Emblem No Mark No Mark No Mark Emblem Emre. Oh, so Emre. Emre.
でそこで区切ってエンブラエンブラエンブラオッケー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  It is jeweler jeweler We are soulmates Thank you アニメデッドマントディスプレイ第10話お楽しみに合ってる合ってる合ってますね、うん、そうそう、うん感想メールも送ってください、はい、よろしくお願いいたします、 お願いします。さて今回も福江美里さんをゲストにお迎えしてお届けいたしましたが、はい、いかがでしたでしょうか。あ楽しかった。やった。なんかこう嬉しい。あの収録でお互い人見知り合ってたそうですね、はい、あのポルカ君、ゆうき君と一緒におしゃべりできて、はい、すごく楽しい時間だったので ありがとうございます。また引き続きアフレコでよろしくお願いします。よかったです。ありがとうございます、ね、楽しかったです。あと個人的には、はい、私あのデッドマンと推しキャラいっぱいいるんですけど、うんうん、はい、私の好きなキャラクターがまだ出てないので、おぜひ楽しみにしてほしい。あれです、P 入れてください。のが私はすごい大好きなので、はい、アニメで動くのを楽しみにしております、はいはいはい、あの方ですね、はい、皆様きっとバキュンが入ったでしょうか入ってないのかな、動き倒すような気がするので、入ってますかやっぱりはい、ちょっと楽しみにしててほしいです、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで、福江美里さん2週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。それでは今回のデデラジはここまで。お相手は篠山ポルカ君役坂木原優希とレイシャオユウ君役福江美里でした。デッドマントークデスプレイディオデデラジ、次回の配信をお楽しみに。お楽しみに。デッドマントークデスプレイディオデデラジ、この番組はデッドマウントディスプレイ制作委員会の提供でお送りいたしました。